川端です。よろしくお願いします。今回はですね、この図形において、この X を求めなさいという問題です。まずですね、やってほしいのはですね、ちょっとこのままの図だとね、何も出てきません。ということはですね、補助線を引かなきゃいけません。補助線どこに引くかということなんですけれども、例えばこの D を伸ばしましょう。ビーって伸ばします。で、ぶつかったところをですね、ちょっと G としましょうか。また、F を伸ばしましょう。ビーと。で、ぶつかったところね、H とします。これですね、問題を解くことができます。まず、ポイントとしてはですね、この図形の中にですね、平行四辺形が出てくるということが一つポイントになります。例えば、四角形 OFCG。これ平行四辺形になるのわかりますか ?OF と BC は平行です。またこの DO と AC は平行なのでね、もちろんここも平行ですよということですから、これ平行四辺形。したがって OF が X だったら、向かい合う辺、対辺も GC も X になるよということが言えます。続いてですけれども、あとはですね、三角形の相似に注目していきたいというふうに思います。例えば、ここ、各 OEG と各 ABC は、OE と AB が平行だから同位角で等しくなりますね。で、また、各 OGE と各 ACE はですね、OG と AC がやはり平行なので同位角で等しいですね。そうすると、三角形の、相似が生まれますよね。例えば三角形 OEG。これと ABC が相似になるわけですね。二組の角がそれぞれ等しいから、丸、丸、バツ、バツと。そしたらですね、この ABC の三角形ですが、この三角形っていうのは、ここ2、3、4なので、辺の比がですね、2対3対4になります。2対3対4。ってことは、この三角形、この OEG ですね、これだって2対3対4の三角形だってことは分かります。つまりこの OG を2として OE を3とすると EG が4になるんですね、2対3対4ってことは EG の長さがこれで X で表現できますよね。こっからここの長さというのは3対4、3が4になるとき3分の4倍です。つまり x×3分の4で3分の 4x という具合にこの EG の長さが、求めることができます。で、あとはですね、この BE の長さが x で表現することができれば、これ足すこれ足すこれでね、4という形でね、方程式ができるわけですね。そうするとあとはじゃあ、この BE の長さどうなのかということですが、 BE の長さは先ほどとこれと似てますが、四角形 HBEO、 これ平行四辺形になりますね。 HO と BE が平行、 AB と OE が平行、平行四辺形になりますので、この HO の長さが BE の長さになります。で、この HO ですけども、実はこれも相似になってます。三角形 DHO ですね、相似になってるよと。なぜ相似になるかと言われたら、各 DHO と、各 DBC、これ平行なので、HO と B が平行なので、同位角等しいです。同様にして、各 DOH と各 DGB もですね、平行なので同位角等しい。だから×だったらここ×になるわけですね。そうすると、この三角形において、やはり、ここは2対3対4、2対3対4、これも2対3対4なんですね。なので、ここを2個分とすると、ここ3個分で、ここ4個分。すなわち、まあ、ここが2対4、つまり1対2ですね。1対2、つまりこの長さ2倍すれば出るので、HO は 2X と表現できるし、HO が 2X だったら、B も 2X と表現できますよね。ということで、この B も 2X になるので、で、先ほど言ったように方程式、B と EG と GC 足して、2x 足す3分の 4x 足す x イコール4という式が成り立ち、ということは、無数や3倍する
3倍すると 6x 足す 4x 足す 3x イコール12、 6x 足す 4x 足す 3x で 13x イコール 12x イコール13分の12という具合に出すことができるよということですね。ということで、ね、ここに伸ばして補助線、平行線形見つける、相似見つける、2対3対4、2対3対4、2対3対4、これを使ってね、うまく等式を立てて解くことができるということです。まあ、他にもね、解き方あるかなというふうには思います。わかったかな？以上で解説終わります。では。